それではテイクオフとなりましたので、始めさせていただきます。本日はライブ 2D のセッションにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。私、開発チームのデザイナーをやっております、佐原と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ではこれからのライブ 2D、キルズムさんのモデル制作工程ということで紹介させていただきます。まずはライブ 2D ってどんなものなのか、ちょっとわからない方もいると思いますので、内容を追って説明していきたいと思います。ライブ 2D のキュビズムは1枚1枚の原画をもとにアニメーションを作成するツールになっております。このように線のタッチや塗りの質感などもそのまま保たれるのが大きな特徴になっております。このイラストは高山俊明さんという有名なイラストレーターさんに描いてもらった、イラストなんですけども、この中に登場しているエルフと、ドラゴンのモデルというのはほぼ1枚絵から作成しております。なので、1枚絵からこのようにダイナミックな動きをつけるようなツールになっております。制作工程は、ざっくりなんですがこのような流れになっております。Photoshop で素材分けしたPSD をエディターでモデリング・アニメーション付けを行いまして、動画や SDK で使用する流れになります。でオレンジに囲っているここの部分というのがキュビズムで制作する部分になっております。それではまずはイラストの準備から説明させていただきます。内容としては制作コストの算出、あとは仕様を考える、あとはイラスト制作時の注意点ということで紹介させていただきます。まずはモデルの制作上でコストを考えていきます。左右対称のモデルを作成することで目や腕などに対になるパーツがある場合はコピペとかですね、あとテンプレートということで違う部分にも使い回したりとかというテンプレ化によって制作時間短縮につながります。ただ問題点としまして左右対称な正面の立ち絵しかが中心、立ち絵が中心になりますので、イラスト制作の自由度というのは減ることになります。続いて左右非対称のモデル、こちらは絵描きさんの描いたポーズをそのままで思い通りのイメージで制作が可能です。しかし先ほどの左右対称のイラストとは逆で、対になるパーツのコピペが使用できない場合が多いので、モデルの複雑さにもよるんですけども、およそ 1.5 倍以上の工数が必要になります。企画の段階で使い回せる腕とかあと目とかですね、そういう部分対になるパーツがあるかどうかなど前もって検討をお勧めします。続いてモデルの仕様について考えていきます。商用のモデルなどで結構制作の現場では複数のスタッフで分業して制作する可能性が高くなります。このためにあらかじめポーズとか表情のリストというのを作成して認識を共有する必要があります。でこのキャラだったらどう動くのかとか、名前とか特徴とかですね、そういう部分を決めることで、もう共通認識になったり、あとは結構名前とか特徴とか、後回しにしがちなんですけども、これをチーム内で共有しておくことで、このキャラだったらこう動くだろうとかですね、イメージの共有がしやすくなるので、とても重要な作業になります。続いてモーションのパターンリストを作ることによって、ある程度、可動域っていうのを予測できるようになります。でこれも普通に Excel とかでもいいんですけども、こういう感じで動かしたいみたいなやつをざっくり絵を載せてちょっと説明を書いていく形になります。でモデリングの際に、余分なパラメーターっていうのをこれによって作成する手間が省けたりとかですね、あとは可動域がある程度分かりますので、余分な素材分けとか書き足しを行う必要がなくなる可能性もあります。で、モーションパターンのリストっていうのは、あらかじめ作成しておくことをお勧めします。でさらにパーツやパラメーターの ID なんですけども、あらかじめルールっていうのを決めておくことで、モーションを使い回せるようになります。パーツやパラメーターの ID っていうのは同じであれば、同じ動きをさせたりとかですね、そういう部分で使い回しが効きますので、これによって後々の作業っていうのが大幅に短縮できるようになるため重要な部分になります。
続いてイラストを制作するときの注意点として、素材分けの作業っていうのを軽減させるためにも、一から書き起こす場合っていうのは、背景は必ず別レイヤーで分けることをお勧めします。Live 2D は、イラストの素材をより細かく分けることによってダイナミックな動きが作れるようになります。ですので、絵描きさんの作画方法にもよるんですが、レイヤーで分けて描いた部分というのは完成品は統合させずにですね、統合はしないでくれって言って、できるだけそのままの状態で、受け取った方が断然後々の作業工数というのが減るようになります。続いて素材分けと PSD のインポート。でここでは素材分け、PSD のインポート、PSD のサインポートについてご説明いたします。まず素材を分ける際にモーションリストを参考に、可動範囲や動いたら見えてしまう部分を意識しながら、このモデルのように当たり線を入れていきます。当たり線は別レイヤーにして管理してもらうといいと思うんですが、例えばこの髪の毛こう分けますとかですね、あとは腕を挟み込むために中も分けた方がいいですよとか、注釈を出したりとかしていくと、素材分けをする際に非常に効率的に素材分けができるようになります。素材分けには切り分けと書き足しがあります。で各部位は切り分けや動きをつけたという見えてしまう部分というのは書き足して、で腕などの可動範囲が大きい部分というのは、細かく切り分けや書き足しを行うことによって、より大きな、動きをつけることができるようになります。でこのモデルではこの甲冑のように、1,2,3,4,5 このパーツで分けられているんですけども、さらに指とかも分けられているんですが、さらに動いた時に裏側が見えますので、裏側のパーツも見えていいように、作成しております。こうすることによってかなりの可動域を取ることができるので、ダイナミックな動きをさせることができるようになります。続いて PSD のインポート。素材分けが完了したイラストは線画やフリッピングマスクなどを結合して、各部品ごとに1枚のレイヤーとしてまとめていきます。でグループ内で自動で結合してくれるフォトショップのスクリプトも用意しているので、ぜひ活用していただければと思います。その後出来上がった PSD をエディター内にドラッグアンドドロップするだけで、PSD のレイヤー構造をそのまま保持したままエディター内で再現できるようになります。で PSD のインポート後も、後々ちょっとリボンの色変えたいなとかですね、ちょっと PSD を修正した場合、再インポートすることで、もう即そのパーツの色を変更したりとか、あとはパーツ、ちょっと体付け足したいなっていう場合に、パーツを追加することが可能です。続いてモデリングになります。で、ここではモデリングの前準備とモデリングの本作業ということで、説明させていただきます。まずモデリングの前準備ということで、ここをちょっと見ていただきたいんですが、この眉毛のテクスチャーですね、これはこうレイヤーで分けて、眉毛は眉毛で、今ちょっとこれ単体のレイヤーになってるんですけども、これに対して、素材分けしたイラストにポリゴンを設定していくことによって、テクスチャーとポリゴンが合体した状態をアートメッシュというふうに呼んでいます。でこのアートメッシュは均等にこの頂点をつけていくことによって、変形した時に引きつれが起こったりとか裏返ったりとかってするリスクが少なくなりますので、形は整えてあげることをお勧めします。でただ一個一個ポリゴンを打っていくっていうのもすごく大変な作業なので、メッシュには自動生成機能もついてます。でリアルタイムにこのようにメッシュの変化を確認しながら形を整えていけるので、気に入った設定値とかもあればプリセットとして保存することができるので、いろんな部位に使い回せるようになります。でこの自動生成機能というのはかなり精度が向上してまして、本当にこう瞬きとかですか、まつげ以外とかであれば結構もう自動生成で、いけちゃうような形まで来ています。
続いてデフォーマーに格子状のワープデフォーマーや、回転デフォーマーというものを設定していきます。これ何かと言いますと、ワープデフォーマーに関してはこのように格子状のものを設定して、そこ このベジのハンドルとかを動かすことによって、複数の中の入っているアートメッシュをまとめて変形できるようになります。で、回転デフォーマーに関しては、変形とかをさせることはできないんですけども、回転させたり、あとは拡大縮小を行うことができるようになります。このデフォーマーを使い分けながらモデリングしていきます。で、デフォーマーには親子関係というのを設定することができまして、デフォーマーの親子関係はこの図のようになっておりまして、外側が親で中が子供になっているんですけども、親が変形すれば中の子供も一緒に変形すると。で、中の子供だけ変形している場合は親は変形しないと。で、この特性を生かしながら部位ごとに効率的なデフォーマーを設定して、作業していくことになります。続いてはモデリングの本作業に移ります。動きを制御したい部位というのはパラメーターというものを設定します。このモデルのように、左側のキーフォームで左側の向きで、右側のキーフォームで右側の向きということで、今ちょっと見えづらいと思うんですけども、下のこのパラメーターの部分ですね、3点、キーフレームが挿入されたキーフォームが挿入されているんですけども、そこの位置で、左だったら左の形に変形させて、で、右だったら右の位置で変形させてということで、パラメーターに形状を記憶させます。そして、このキーフォーム この間っていうのは自動で中割りされますので、もう滑らかに遷移するようになります。で、パスを使って変形させる変形パスという便利な機能もございます。で、このモデルのようにマントをこうゆらゆら揺らしたい場合などは自在に動きをつけられるので、多く活用していただければなと思います。直接アートメッシュをこう変形させる形になります。頂点を一個一個変形させるのではなくて、変形パスを打ったことによって、その周りの影響度を変化させながらまとめて動かすという形になります。さらに複数のモデルも同時に表示することができますので、モデル間でのデフォーマーのコピペとかも簡単に行えます。なので、違うモデルからデフォーマー構造をコピーして違うモデルへペーストしたりなどもできるようになります。で、モデルの動きをそのまま違うモデルに反映させるモデルテンプレート機能というのもありますので、状況によって効率よく量産できるようになります。これは弊社で配布しているサンプルモデルなんですけども、こちらを使ってそのサンプルモデルの構造をそのまま自分のモデルに反映させるということができるようになります。で、作成したモデルというのはモデルテンプレートとしても、自身で作成したモデルもモデルテンプレートとして使うことができるので、ちょっともう商用で商用の案件でやられている企業さんとかは1個まず元になる元のモデルというのをがっちり作り込んで、それでそのモデルをテンプレートとして他のモデルを量産するというような形をとっているところもあります。で、続きましてアニメーションに移ります。で、アニメーションではモーションの作成とパースの切り替えについてご説明いたします。まずモデルにモーションをつけてアニメーションをさせていくんですが、作成したモデルにパラメーターをつけることでタイムライン上で時間軸に合わせて、その動きを、キーフレームとして設定できるようになります。このモデルは今キーフォームなんです。このモデルはキーフォームを今設定していて、瞬きしたりとか腕を開けたり顔を右に左に向けたりというようなパラメーターがいろいろ設定されています。これをこのタイムライン上で時間軸に合わせて、この時間軸で、このパラメータの動き、この時間軸でこのパラメータの動きという形で、時間軸でパラメータの位置をこう設定していくことによって、この間のキーフレームとキーフレームの間も自動で変換されて滑らかにつながるようになります。
で、グラフエディタ内の動きのカーブ曲線というのも編集できますので、ちょっとそのタイムライン今あのドープシートっていうさっきこのドープシートであのキーフレームを打っているんですけども、こいつはこのグラフエディタのところを切り替えるとこのようにカーブ曲線になります。そうすると自動でつないでた部分ですね、それをこうスムーズにこう立ち上がって、それでスムーズにこう収まるみたいな動きとか、あとは全て一定のタイミングでこう移動させるとか、そういう部分を、区間的にこう変更させて、動きをちょっと制御することができるようになります。より細かな繊細な動きがここで表現できるようになります。であとは動きが大きくて変形が難しいモーションとかですね、例えばこのモデルのように手を上に上げているものを下に下ろすみたいな時は中割りを描かなくちゃいけないんですけども、こういう場合はこうフェードさせながらこのような形で、下にパッと下ろすような感じですね、こういうふうな手法もございます。これはタイムラインのパーツ表示部分で、アニメーターでもう設定できますので、パーツ表示部分は今まではオンオフ0か100の切り替えだったんですけども、ここら辺は不透明度を普通に、こう遷移させることができますので、不透明度を補完して徐々に消したりとか現れたりとかするようにできますので、ここでフェード設定もできるようになります。で続いて物理演算機能として物理演算の設定とアニメーションでベークする機能についてご説明いたします。モデルにあらかじめ紙揺れなどのパラメーターというのはちょっと設定しておかなくちゃいけないんですけども、例えばこの紙の部分にですね、右左に揺れるというようなパラメーターを設定しておくことで、物理演算を使用してこの頭の動きに合わせて自動で紙揺れなどをさせることもできます。で、それでは物理演算の設定例ということでちょっとご紹介させていただきます。まずこのモデル、サンプルモデルで配置されているマップなんですけども、こちらの紙揺れを作りたいので、一回紙揺れのグループを作成します。そして次に、頭がこう動いたときにどこが動いたときに髪が揺れるかというような力の入力部分です、ね、を設定します。これはあらかじめ用意してあるプリセットというのがあるので、頭入力だったり体が動いたときに髪が揺れるとか、あとは頭と体が一緒に動いたときに髪が揺れるとかという部分で力の入力部分というのをプリセットから選んで設定します。さらに、次にどのような紙揺れにしたいかということで、これもプリセットから選択できます。で、振り子のプレビューがありますので、このプレビューを見ながら揺れ具合をちょっと選択することができます。で、それでプリセットの中に紙揺れ硬いとか柔らかいだったりとか、紙揺れは長いと短いとかですね、服は柔らかいだったりとか、軽いとか重いとかですね、そういう部分で揺れ方を選択できますので、好みの揺れをここで選んでもらうことになります。で、さらに、次に、その頭を例えば動かしたときに、どのパラメーターを制御するかということで出力するかということで、この場合紙揺れの前、紙揺れの前横後ろということで揺れ具合をパラメーターでこう設定していますので、それを出力にすることでこのように髪が頭の動きに対して揺れるようになります。で、最後にモーションを再生すると、現在の最大出力がパーセンテージで表示されるようになります。ここの部分ですね。で、ここの方の最大出力っていうのが倍率1の時に、大体 67% ぐらいの出力しか出ていませんよっていうことで、ちょっと自動計算されまして、これはどういうことかと言いますと、揺れはパラメータで 100% 動かしたときに結構大きめに揺れるんですけども、それが 70% しか動いてないので、揺れが小さいということになります。なので、それを自動計測してくれるので、ここの出力調整アップボタンというので、100% にすることで、ちょっと見ていただきたいんですけども、ノーマライズすることができます。そうすると、
すべての出力を倍率を変えて、出力が 100% になって倍率が 1.39 倍になりました。こうすることで、紙の揺れが本来のパラメータで付けた揺れのマックスでこう使えるような状態になります。だいぶ揺れの方も大きくなったと思います。このような形で、今まで従来は数値で全てこう設定しなくちゃいけ、調整しなくちゃいけなかったんですけども、物理演算エリアも勝手にやってくれますので、あとはもう本当にこういろいろとこう調整したい人は自動で数値でも設定できますし、このぐらいでいいやっていう人はもうこの機能を使ってもらって簡単に揺らしてもらってもいいと思います。であとは物理演算はゲーム制作などで対応しますが、物理演算でつけた紙揺れっていうのはアニメーションにも適用することができます。で自動で紙揺れのキーフレームっていうのが作成されるので、このように何も紙揺れの部分にキーフレームがなくても、物理演算のベイク機能を使って、このように紙揺れを自動で設定することができます。でさらに、動画などで物理演算を使って簡単に紙揺れを作った場合に、ここの部分だけちょっともう少し跳ねさせたいななんていう場合に、カードを後から編集することで、ある程度の土台を物理演算で紙揺れさせて、それで強調したい部分を手動で修正するなんていうこともできるようになります。で続きまして、最後に Unity SDK の組み込みについて、ご紹介いたします。まずはモデリングデータなどなんですけども、編集用の形式と組み込む用の形式ということで変換します。でこうすることで組み込み時に必要な情報だけをまとめて出力するような形になります。モデリングで使うような画像がちょっと小さくなっちゃってますが、モデリングで使うような不要なデータっていうのは出力されずに、組み込み時に必要なものだけ出力されるような形になります。Unity 版の SDK はカスタマイズしたアセットインポーターというのを使用しておりまして、ライブ 2D のモデルをモーション、ライブ 2D のモデルやモーション、これ今この中に全部一通り入ってるんですけども、こいつをプロジェクトにインポートすると自動で Unity 形式にコンバートしてくれるようになります。でモデルの場合はプレハブが生成されまして、これをシーンドラッグ&ドロップして配置したりとか、スクリプトからインスタンス化したりするだけで簡単に表示することができるようになります。基本的にどういうことかといいますと、コーディングなしでデザイナーでも画面に表示することが可能ということです。でモデルと同様にモーションの方もですね、Unity のアニメーション形式であるアニメーションクリップに変換されます。でそのために Unity 標準のメカニムという機能をですね、そのまま利用することができるようになります。でメカニムが使えるということは、つまり、これまでエンジニア任せでクオリティのチェックが容易ではなかったアニメーション の, 遷移等をデザイナーがその場で動作を確認しながらこだわって作り込むことができるということです。でアニメーションクリップに関してはモーションの途中からイベントを発行することも可能で、モデルの描画には Unity 標準の機能を利用しております。したがってユーザーが自由にレンダリングやマテリアルのカスタマイズというのが可能になっております。以上駆け足でしたが、キビヌンさんのモデル制作の工程紹介を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。